ガキデカは山上達彦による日本の漫画作品である。日本初の少年警察官を自称する主人公小回りくんとその周辺のキャラクターたちによって展開されるギャグ漫画。週刊少年チャンピオンにて1974年44号から1980年52号まで連載され、水島新寺のドカベンや手塚治虫の ブラックジャックと共に1970年代のチャンピオンを支えた。単行本の発行部数は3000万部を超える。1989年にテレビアニメ化。ほぼ同時に OVA も作られているが、双方で制作会社と出演声優が異なる。時期や体制の異なる再アニメ化は珍しくないが、同時に異なる会社でアニメ化されたケースは、 当時大変珍しかった。楽器デカの面白さは当時のギャグ漫画としては例のなかった劇画調の画風によるところが大きい。従来のギャグ漫画が意味で笑いを作っていたのに対し劇画調の画風でくだらないことをやって面白さを伝えるのは画期的であった。小回りくんが他の動物などに変身した後、従来のギャグ漫画ならすぐ元の姿に戻っていたのだが、 ガキデカでは変身した姿のまま物語が暴走することが多い。この点も従来のギャグ漫画にない画期的な点であり、文芸評論家の渡辺直樹がそのデビュー時の論文でテキスト論的な指摘をした。ブームが落ち着いた頃に鴨川燕のマカロニホうレンソが連載開始。登場人物が変身したまま物語が暴走する特徴も楽器デカと共通しており、 作者はライバル視していた。その成果へのタッチが鴨川つばめに告示し始め、作中において、西条やモモちゃん、純ちゃんまでもが目玉が大きく三等身のいびつなキャラとなってしまった時期もある。大人気作ゆえ作者は連載中にかなり精神的に追い詰められていたらしく、チャンピオン編集長を呼びつけて嫌味を言ったり、仕事場へ訪ねてきた。 小学生を怒鳴って追い返したりしており、後に大人気なかった申し訳ないことをしたと実会している。チャンピオン連載当時の最終回は通常の1割を見切り形式で一見すると最終回とは全くわからない話になっている。これは作者が連載を打ち切らせてほしいと編集部へ申し出た際、当時の編集長から いつでも連載を再開できる形で終わらせてほしいと頼まれそのような形になったとのエピソードがある。1989年にアニメ化された際に並行して週刊少年チャンピオン市上において月1連載で全12話の完結編ガキデカファイナルが連載された。作者は意図的に当時の画風に合わせて描いておりあまりにも連載当時と変わらないと言われた。 最後は、小回りくんが総意をまとい、種田三頭家の句と共に、放浪の旅に出て、完結となった。作者の断筆宣言、小説家への転向により、その後、一切小回りくんが描かれることはなかったが、2004年にビッグコミック史上にて、江口久志、泉春樹、元アシスタントの田村慎をアシスタントに従え、庭読み切りの続編、中春小回りくんが掲載された。 2006年、同志で3話完結の続編を発表。2008年1月に同志にて、再び集中連載され、小回りの両親が登場。ここまではほぼ2年に1回のペースだったが、同年10月より新作を発表。2009年1月、小学館より単行本が発売される。2009年5月に再度新作を発表。同時期に、 チャンピオン創刊40周年記念として、同志19号にガキデカの描き下ろし新作を掲載。ここでは、中原小回りくんのキャラクターが、ガキデカのキャラクターを演じる、という形式をとっている。2010年4月、単行本、第2巻が発売された。声、三谷裕二、千葉茂、富田光生に本発の少年警察官。 東京都練馬区在住。最寄駅は、宝屋駅。高島平近辺に所在するらしい、警視庁猫自慢警察署所属。名前の由来は、小さなおまわりから、連載当時は、名字は不明であったが、中春小まわりくんで、山田小まわりと判明する。二等身で、下膨くれな顔。頬の中には、白菜や縄がすっぽり入る。 いつも、バカでかい警察の性棒をかぶっており、ランニングシャツと派手な水玉模様のネクタイに、制服風のズボンを着用している。第1話にて、夏休みを利用して、警察学校に通い、日本で初めての少年警察官になったと発言しているが、その経緯は、作中で語られていない。警察官としての資格だけでなく、白あり女子の資格も持っていることが後に、 判明している。変態性欲の持ち主、かつややこしい性格で、極度に興奮すると玉金が、ゴムタイヤを溶かすほどの高熱を発する。玉金が、ロープのようになったり、合鍵に変形したり、プロペラのように回して空を飛んだりと玉金は、この漫画で重要な役目を持つが、エロの要素は少ない。特技は、死刑。アフリカ像が好き。八丈島のキョン。 などの意味不明な逆前般と動物との会話、そしてセクハラ。小回りの母親も含む周囲の女性はことごとくその餌食にされている。小回りな変化と称して人間や動物は愚か虫にさえ化けることもできるが、下膨れの顔とに等身という外見のシルエットだけは変わらないのでバレバレである。よく化けるのは周囲の人間や熊、象、 豚、猫などの哺乳類、加藤茶風のハゲオヤジなど、学業の成績は非常に悪い。土地の嵐の経営する犬猫専門の学習塾に通うものの、授業内容についていけず、さらにレベルの低い塾へ転入している。1975年にブドウ畑というバンドが、恐怖の小回りくんという曲をポリドールから発売し、ヒットした。 原作五感に歌詞が掲載されている。外見、性格ともに、同作者の短編ギャグ漫画、猿飛サスケの主人公が、ほぼ転用されている。ギャグ一覧、編集、死刑基本的にそれぞれのギャグにはポーズがある。文章で説明するのは極めて困難だが、例えば、死刑のポーズは、以下に従ってもらうと再現することができる。ダンディ、坂野のゲッツ。 のポーズをする。体は動かさずに、首を右、または左に回し、腕もその方向を指さすように平行移動させる。最後に尻も、そちらの方向を向くようにする。特に区別せずに記述しているものは、テレビ版のみのキャストを指す。西条義雄星、古谷通、佐々木望、曽我部和幸小回りの同級生。西条秀樹がモデル。通称、西条くん。 ハンサムで、学業もスポーツも万能な優等生の少年。本作の主要突っ込み役だが、時にはかなりのボケをやることも。中春小回りくんでは、西条義夫、木の内桃子越え、江森広子、水谷優子、半景子小回りの同級生。山口桃がモデル。通称、桃ちゃん。実家は、洋裁店を経営する母親と兄。 妹の純との母子家庭で、最上君のがあるフレンド。黒髪のショートヘアで、基本的には、真面目な性格の優等生。ツッコミ役が多い。みんなでピクニックに行った際、王山小王のいる洞窟で遭難した時は、新聞に、木の内桃へと書かれていた。木の内純正、鳥海正樹氏、松井直子、田中真由美子周りの同級生。 吹雪純がモデル。通称、純ちゃん。桃ちゃんの双子の妹。明るい髪色のロングヘアーで、成績は注意。桃ちゃんよりも、軽めの性格で、軽いボケ役的存在として、小回りに同調することがたまにある。福島生。塩や構造小回りの同級生で魚や、魚、服の息子。作者のアシスタントが、モデルで、小回り曰く、 ガバッとしたゴリラ男。寒中水泳の授業中に全身やけどを負うという変わった経歴がある。小回りほどではないが成績はあまり良くない。亀吉生、立田直樹小回りの同級生。モデルは池田亀太郎。鼻の穴を中心に個性的な顔立ちをしており、奇妙なポーズを取りながら話すなど変人っぽいが、性格は至って真面目な常識人。 実家は銭湯を経営。三崎越え、広沼慎吾小回りの同級生。一時期父親の仕事の都合でアメリカへ行っており、そこでボクシングを習っていたことも。畜生暴力団の組長の息子。弱い者いじめとして相手を骨折させたり小学生でありながら飲酒を行うなど不良生徒だが、一方で表彰目当てに、 夜の見回りに参加したり、花壇作りに参加したりと、小学生らしい一面も。安倍道子生、勝ツ雅子松井直子、三好美道子逆光小学校に勤務する若い女教師で小回りの担任。安倍静江がモデル。毎回のように起きる小回りのセクハラや気候に頭を痛めている。しかし本人も相当な変わり者で、教師としての自覚が足りないと生徒から言われることも。 1> 第1話での担任教師は別人の女性となっており、彼女が登場するのは第3話からとなる。清治生、南馬圭一、井上牧雄安部先生の婚約者。サラリーマンで登場、安部先生との最後の一戦をなかなか超えられない。吉和生、名の中勇、西村智道、青野武子周りの父。昭和生命に勤務する平凡なサラリーマンで、 基本的には、常識人だが、自宅に持ち帰った、社の業務書類を前に、花傘音頭を踊ったり、流し台で体を洗うなどの気候も見られる。中春小回りくんでは、山田つねお、年江生、向井まり子、一条、みゆき、増山英子小回りの母、専業主婦で、なかなかの美人、一見常識人だが、的外れなことを平気で言ったり、金にがめつい面も、 桃子、純の母声、増山栄子、一条美幸夫に先立たれ、女で一つで、木の内洋裁店を経営して三人の子供を育てている。小回りにとっては、格好のセクハラの標的であるが、小回りを天敵のように恐れており、小回りの下凡攻撃に桃子が反撃するのが、定番の展開となっている。木の内文夫桃子と純の2連載初期のみ登場したためアニメには、 未登場。単発で、筋骨たくましいマッチョ青年。彼の腕っぷしを恐れる小回りのお立てを額面通り、信じ込む単細胞な性格。西条正直生平野正と西条義雄の父。パイプを愛用するダンディな小説家。妙に、小回りと息が合い、一緒にボケ役に回ることもしばしば。西条幸子生高木さない義雄の母。 メガネをかけた専業主婦。しょっちゅう夕飯を抱かりに来る小回りに手を焼いている。猫又刑事行国である冒険警察の亀は万年警察署に所属する刑事。顔のパーツは猫そのもの。行国から東京に凶悪犯を護送する任務で、警視庁から派遣されてきた小回りと同行する予定であったが、結局小回りが東京まで凶悪犯に護送される羽目になった。 当初は一話のみの登場であったが、後に、小回りたちの住む区域の警察署へ転勤となり、準レギュラーとなる。土地の嵐生、立田直樹、二股一生、源田鉄を元野良犬、犬猫進学塾を経営して、大成功を収め、資産家として、町の名士の座に収まる。野良犬時代は、小回りの中堅として、彼を背中に乗せるなどすることもあったが、 資産家として成功してからは、小回りやその一家に金を貸すなど立場は逆転している。犬でありながら、人間の女性に恋することが多く、一時期は桃ちゃんに惚れていたこともある。土地の助越え、東由美土地の嵐の息子。犬猫大学の建築家に入学し、将来は建築や都市計画事業に取り組む夢を持つ。練馬編隊クラブブリーフ一枚の姿で、 突如ポーズを取りながら現れる3人組。テレビ版は1989年10月16日から1990年3月26日に、富士テレビなどで放映。ローカルセールス枠のため未放送、または遅れネットとなった地域が大半だった。アニメ化されるのは初めてであったが、連載終了からかなり間が空いたため、リメイク的な印象があった。テレビ放映にあたり、 放送コードによる規制への配慮から原作で見られた過激な下ネタ的表現は抑えられた。関東地区での放送時間は月曜17時30分18時だが、この枠は全番組パラダイス午後が17時30分までに短縮したのに伴い、開いたこの枠に当番組を含む日替わりのアニメを設置したものでティーンズゴールデンタイムと呼ばれていた。 しかし当番組の終了に伴い、残る4番組は、金曜16時18時に移動、枠名も、金曜アニメランドに改称された。その3ヶ月後に、マジカルハットが終了し、ゲゲゲの鬼太郎の再放送に変わったため、金曜アニメランドの、枠名も廃止された。1989年11月24日発売、1994年3月11日発売の、 再犯もある。再犯山田小回り金管症状電気営業部に勤務する妻子持ちの中年男性。38歳。気候は相変わらずだが、基本的には常識をわきまえた社会人。子供の頃は傍若無人でパワフルだったが、現在は夜年並みに勝てず、痛風を患うなど、体中にガタが来ており、上司の理不尽な命令に従う悲哀を味わう日々を。 過ごしている。山田恵子小回りの3歳年下の妻。夫の子供時代を意味嫌っていたが、現在は若干理解している。姑に嫌われているため、夫の両親との同居には難色を示している。山田昇小回りの息子。母親にで、将来は僧侶になろうと考えている。若干ふけ顔だが、今時の若者で付き合っている女子もいるらしい。 西条義男小回りの会社の同僚にして腹を割って話せる子供時代からの幼馴染み。子供の頃は明朗快活な美少年だったが、現在は仕事に追われる枯れた中年男である。西条ももし、義男の妻、二児の母、夫同様小回りの幼馴染みで家族同士の付き合いがある。子供の頃は早熟で過激な面もあったが、現在は落ち着いた。 平凡な主婦である。木の内純ももこの妹。二度結婚に失敗し、底辺の生活を送る。最初の夫、伊藤円助三郎はすでに再婚して、別の家庭を築いている。二度目の夫、行、原幸夫は、浮気症のろくでなしで、小回りたちを巻き込んだ、殺人未遂事件を犯して服役した。福島小回りの幼なじみ。商店街で、鮮魚店。 福島と営む、数を数めの父、顔を見せるたびに、売り物の魚や貝を盗もうとする小回りに手を焼く、安倍道子小回りの子供時代の担任。小回りが、通風の診察のために訪れた病院で再会する。酒に溺れ、すさんだ生活を送っていたため、かつての面影は、微んもなくなっていた。かつての恋人、清次とは大分前に離婚している。 土地の光、小回りの行きつけの割烹店、日本料理駒の店主、認知症の祖父、土地の嵐を介護している。人間の妻、夏代との間に、ハーフの息子、広氏がいる。鶴屋亀吉小回りの幼馴染み。小回りと美智子の会話で言及されているが、本人は本編には登場していない。山田常ね小回りの父、定年退職し、暇な老後を送っている。 山田利恵子周りの母、慶子のことを嫌っている。六光子、吉次郎慶子の父、光る、風の主人公、源の父親に、要望も行動も告示しており、それを意識したギャグを頻繁に口にする。自宅の仏壇に、光る、風の源と三鷹の遺影がある。息子、直久は、オロチビール商品開発研究所勤務。1998年に、 CR ガキデカ2006年に新 CR ガキデカがそれぞれ賛成 R&D から発売された。新 CR ガキデカでは小回り君へ女性声優を当てており、各編台当たり時にはアニメの主題歌が流れる。また、賛成クラシックコレクションでは三谷裕二が登板し、三谷による新読の主題歌も流れる。1978年より、 エポック社から発売されたボードゲームシリーズ漫画ゲームの第15弾として山上達彦のガキデカゲームが発売された。もともとこのシリーズは漫画家制作によるオリジナルだったが、一つ前の第14弾梅津和夫の誠ちゃんゲームから人気漫画をモチーフにしたゲームを並行発売していた。コンタローチョ1.2のアッホ。疲労水に。 の巻ですぐに影響されやすい。子供たちを見て侮っていた。波目と金子だが自分たちの方がずっと影響されやすいと自覚して反省しているところに、いや。もっと影響されやすい人たちがいるよ。ネタは古いけどと波目が言った。先に主人公の監督と定岡が死刑のポーズを取る場面がある。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。中春小回りくんに関するカテゴリ。 ありがとうございます。